熱海市の土石流災害から今日で18日目です。避難所のホテルが変わったことに伴って、土石流の大きな被害を免れた一部の住民は自宅に戻りました。帰宅することができた住民の方のご自宅から中継で伝えてもらいます。伊豆川さん。熱海市伊豆山の木谷地区からお伝えします。被災した住民の避難先のホテルが今日別のホテルに変わりました。これに伴って土砂が流れ込んだ立ち入り禁止地域以外の住民の中にはホテルでの生活を終えて自宅へ戻った方がいました。土砂が流れた立ち入り禁止地域の周囲、この地図で見えますでしょうか。ピンクと緑色に塗られた地域は住民の立ち入りが可能になった調整区域です。私たちは先ほど捜索活動の拠点となっているピンク色で示された調整区域に入り取材をしました。今見えているエリアが土砂が流れ込んだ立ち入り禁止区域です。今日新たに報道陣は捜索の拠点となっているエリアに立ち入ることができました。今も消防や自衛隊、警察など懸命な捜索活動は続いています。入ります。今日市内のホテルから帰宅された青木茂さんのご自宅にお邪魔させていただいています。お忙しい中本当にありがとうございます。いいえ、ご苦労様でございます。青木さん、ご自宅に帰られるのは何日ぶりになるのでしょうか。約20日ぐらいですね。20日ぶりに自宅にこう帰られて、はい、気持ちはどうですか。いや、正直言っても我が家が何ともなく無事にあった。ただし自分だけじゃなくて周りの方がね、ちょっと亡くなった方もいるもんで、それがやっぱり複雑な思いですね。やはりこう20日が空いたわけで、住宅の中のこの何かこう変化というのはありましたか。戸締まりしたもんで中がムンムンしてね、ちょっとカビが出たりなんかしたところが多少あって。なるほど。まあ、今後まださまざま制限が続きそうで、こう心配されていることっていうのはありますでしょうか。やっぱり交通の便ですね。私らは車とかねあれで行くけど、うちの女房病院が用意しなきゃいけないもんで、その便がちょっと不便だと思います。本当にお忙しい中ありがとうございました。いいえ、ご苦労様です。調整区域は入ることは可能ですが、場所によってはライフラインがまだ戻らず、生活ができないところもあるということです。